コーナーブルックの1コーナーブルックは、カナダ東部のニューファンドランドラブラドール州にある都市。ニューファンドランド島の西海岸、ベイオブアイランズ湾の奥にあり、ハンバーガーの加工にあたる。州の主産業の一つである、パルプ製造や、新聞紙製造が盛ん。市の面積は135.6平方キロメートル。市の人口は2001年調査で2103人。 イギリスの海図制作者、探検家であるジェームズ・クックは、ニューファンドランド島の地図制作で名を挙げた。コーナーブルック周辺の地理を最初に調査して地図に、残したのは彼であった。クックは1767年の夏の間、彼はベイ・オブ・アイランズ周囲を調査しており、彼が作成した地図の複製が市内のジェームズ・クック記念碑に飾られている。この街は、 もともと別々の産業を有する、異なった4つの町からなっていた。漁業の町カーリング、小売業の町コーナーブルックウェスト、鉄道の町コーナーブルックイースト、そしてパルプ業と製紙業の町タウンサイトである。1956年、これら4つの自治体は合併して、現在のコーナーブルック市になった。1999年、コーナーブルックは、島内の田野市である。 ディアーレイク、パサデナ、スティーブンビルと共に、各年開催されるカナダ全国スポーツ競技大会カナダゲームズの開催都市となった。競技場、ペプシセンターはこのために建設されたものである。また2000年には、コーナーブルックでトライアスロンの世界大会も催され、日本人、選手1名の参加もあった。コーナーブルックは、この地域最大の雇用種である。 コーナーブルックパルプ製紙会社の本拠地である。また、この市は、ニューハンドランド島西部の地域医療、商業と小売り、政府サービス、教育の中心地でもある。また近年、コーナーブルックには、カナダ大西洋岸地域で最大の映画撮影所、アトランティック・スタジオズ・コーポレーティブが、ペプシュセンター内に開設された。サービル・フレッドグリーンフェル大学では、2001年に、 芸術学部で日本人留学生の卒業者があり、2000年、芸術経人の教授も教員として同学部に在籍していたことがある。コーナーブルックがい、ありがとうございます。